おはようございます。2016年の5月31日、東の空曇りです。時刻は午前4時半ぐらいかな。西の山の様子です。やはり曇りです。久しぶりに藤原ヶ岳が望めました。そしてカモミールの様子です。まだ花芽がついているので摘める状態です。ノウゼンカズラのつぼみ、昨日こんな状態になってまだ花開いてません。お日様が顔を出しました。午前4時50分ぐらいかな。多度山脈のところから登ってる状態です。明日はいよいよ6月1日。ロードレースが開催されます。何時に上げ木からスタートするのか、それは9時20分かな。